はい、お魚万歳のお時間です。今日は、アジングに来ました。友人からの情報で、すごいアジが溜まってるってことなんで来てみたんですけども、ちょっとねパッと水面見た感じはなんか魚っけない感じするんですけど、まあちょっとやってみたいと思います。それでは頑張ってきます。まずは、アジスタの、0.8g のジグヘッドにマグバイトのブーティーシェイク2インチでやってみます。ジグタンですね。ドリフトで流していく感じです。こう潮が来、あ、今なんか触りましたね。触ったな。潮が早いな。おお、なんか追っかけてるな、ベイト。シーバスかな。今当たったな。よし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 、あー抜けた。ちょっと来たので、バレるな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 。よし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 。ちっちゃいですけどね。いました。アジスタの 0.8g にブーティーシェイクの2インチマグバイト。おっと、危ない、外れた。今のは投げて、だいぶ潮の流れが入って、もう当たりました。ほら、着水同時。OK、あー、バレた。同じサイズですね。着水させてドリフト。触ってますね。下流の方に流れ切ってしまうと、もう多分食わへんですね。よし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 。よし。どんどん行きましょう。投げて。ドリフト。もう当たってます。
ちょっとほんまは沈めたいんですけどね。もうこう沈み切ると当たりが出ない。上の方ですね。もう表層ギリギリ溜まってるみたいやけど、ちょっと沈めると当たりが出ない。着水するぐらいのところで。よし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 。もうほぼほぼ表層ですね。マメアジ。こんな感じですね。猫に囲まれてます。投げます。流れがきついので着水と同時にもう流れ出します。シェイクを入れながら今このシェイクは今当たりましたね。アクションの意味もあるんですけど、自分のルアーがどこに今あるかっていうのを確認するためのシェイクでもあるんで、巻くと当たらない。アクションさせずにドリフトさすと当たる。流すなあかんみたいですね。巻くと当たりが出ない。下の方に投げてドリフトで岸沿いに寄せてくる感じで、当たるな。なんか当たりがちっちゃなりましたね。滑ってきたかもです。ちょっと当たりが手にかかったので、オレンジからクリアピンクのシルバーラメにちょっと変えてみます。これでまた当たりが出たら続けますが、これで当たりが出なかったらワーム自体を変えたいと思います。グッとね、こう押さえつけるような当たりが出てほしいですね。当たるな。よし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 。吸い込んでるんで、まあ、カラーチェンジは成功かなって感じですね。よし、じゃあ引き続きやっていきましょう。よしよしよし。着水同時でしたね。カラーローテーションが効いてますね。止まりました。
猫の餌になりました。お店持ってた。はい、うわ、こっち。オレンジの方が当たってたような気がするんで、ワンチェンジをします。一回オレンジに戻してみます。で、これで当たりが小さかったり、当たらなかったりしたら、違う形のワームに全く違う色にしてみます。今やったん、どっちともちょっとクリアっぽい感じなんで、これでちょっと当たりが弱かったり出なかったりしたら、はい、出ました。1投目でしたね。しっかり食い込んでます。よし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 、はい、がっちり上顎。わまたちょっと当たりが出なくなってきたんで、カラーチェンジ。ちょっと、はい、はい、次はペケリング。ペケリングのこれ何インチかな、何インチか分かんないですけど、クリアに赤ラメ、これでいきます。ああ、当たりはありました。お、来ましたね。ワームを変えた。あとは食い込みがいいですね。よしよしよし、完全持てた。はい、これは勝ちですね。
つい糸が来たんで喋れなくなるかもです。ライトゲームが終了しました。で結果は、まあ、一応ね味狙いで味移行したんですけども、まあ、運よく、まあ、両方のメダカが1匹混ざりました。イカシラが、まあ、数えてくらい釣れましたね。で、まあ、僕は2時間半くらい味移行したんですかね。で、ちょっとちゃんとは考えたんですけど、まあ、20匹くらい。今日はまあ、大潮の中潮で潮がすごい速くてボトムが取れない感じで、まあまあ流しながらずっとですね、ずっとしながらちょっとアクションを加えてみたいな感じで、まあ当たりが出るみたいな感じでやっていきました。ワームのカラーはソリッドカラーよりクリアカラーの反応が良かったので、でまあ、クリアカラーでも完全なクリアではなく、少し色のついたワームに反応が良かったですね。3色4色ぐらいをカラーロケーションしたんですけど、でもまあまあ当たりがあるので、当たりがあるけど乗りにくい、乗らへんとか、光が浅いみたいな時に、やっぱワームの、ね、カラーを変えると、まあ、きっちり吸い込んでフワゴに行くっていうのがあったんで、大事だなって。